はやとマッハプロレスワールドへようこそ。本日は一度だけ実現していたブルーサーブロディ対木村健吾について触れてまいります。85 IWGP タッグリーグ戦福島大会で長寿ブロディと稲妻戦士木村健吾の一騎打ちが実現しました。試合は序盤からブロディに対して木村が正面から勝負を挑んでいきます。パワーでは猪木藤浪を超えた感のある木村はパワーでブロディに対抗。稲妻レッグラリアートを決めブロディを追い詰めるも最後はキングコングにドロップを食らいマットに沈みました。確実に次につながる試合になったものの残念ながらこの一戦は最初で最後となりました。